まずはこの先制点の場面です。コケからティアゴヘディングシュート決まりました。まあ本当にこのコーナーでニアのポイントで点が取れる強さというのはありますね、はい、まさにお家芸、セットプレーから先制点を奪いましたアトレティコです。そして前半の42分です。これが追加点ということになります。アルダから最後はグリーズマン。まあ、本当に取った時間帯も、いいですし、この形ですよね、はい、どうしてもこう、マンジュキッチを、ターゲットすると単調な攻撃になってしまうんですけども、こうやってサイに動いて空いたスペースというところのこの攻撃の形は本当に見事だったと思います。最後は逆サイドから、そしてこれが後半に入ってのプレーです。16分、アトレティコマドリード、アンサルディから最後ラウル・ヒメネスヘディングシュートだったんですが、まあ、アンサルディのこの1対1の突破から柔らかいクロスを見事に合わせましたしね、シュートも見事でしたけどもね。そして後半の19分、マラが1点返しました。サンタクルス懸命に足を伸ばしましたね、はい、これは中非常に攻めながらサイド、そしてサイドからクロスと非常にいい形でした、はい。まあ、この勢いを持ってこの後どうなるんだろうというね、時間まだありましたんでね。そうなんですね、はい、そして後半の39分です。これがアトレティコダメ押し3点目の場面です。この折り返しボディングが詰めていました、まあ、ショートコーナーの流れからのクロス、まずニアのこの、強さ、そしてうまくティアゴが折り返してボディングと、まあ、こういったところで本当に勝負を決めるのはやはりセットプレーであって、あとは時間帯という試合巧者はアトレティコはありましたね、はい。